あっち、あっちです。あ、まあ、いいか。あ、アメさんとフクさん、そんなみんなに朗報です。イベントモードではなくフリープレイで1連勝制限をするとちょっと幸せなことが起きるぞ。というわけでイベントモードではなくフリープレイの1連勝制限になってます。ワンピーがクソ老害どもめ、トモモさんの小太郎スーピー、イップさんのクロ、あー、クロくん、はいはいはい、さあ拾えます。クロはダメージが低い分拾えるようになってます。さあ、かなりしゃがみにすごく当たりづらいです。早い。あ、ラウンドドーナーイップさん、さあ、クソローガイドモメがパーフェクト1本取れちまう。ほい、めくり端くらいなのでそっからさらに勝利拾ってスパキャンまでレッパー。しかしこれで4割ぐらいか。いい、なんかまあまあっすね、1本で考えたら。足払い、しかしから確認で上皮いったか出ず。イプさん、ユージングサブキャラ突進、いいつない見てる、コパンコパンからさらにスパキャンレッパー。これはガクラ連携拾ってもう一丁上がったな、イプさん。次インさんと眉毛さん、続きはもう少し。インスタント眉毛さん、じゃんけんしてください。インスタント眉毛さん、あ、出ねえ。あ、イベントモードになってる、しまった。ちょっといいっすか、いく、あ、いいや、次でいいや。あ、間違えちゃった、えへ、間違えちゃった、なんでもいいやーい。多分隣の筐体は出るはず。はい、次次オルルコート、悪のエイジャー。オルルさん試合らしいよ。オルルさん試合です。オルルさん試合です。はい、ワンピーがインスタンチャだ。これチャーって書いてあったんだ、全然読めなかったよ。え、眉毛さんがこう、はい、そうだよ。インスタンはチャーだ。まあサードメイン9号だからね。投げ、このゲームブロが超強いんで投げも超強くなってます。ブロカウンター1回転ステップ違う、これは打撃に対して勝利で終わる。違うし、ダイヤシー飛び取らず、飛び1回転勝ったのにくん。次クロウくんかわいいと小向井さん、しょうがねえな。はい、どうぞ。クロウくん可愛いよ、小向井さん。ワンピーがクロウくん可愛い、ツーピーが小向井さん、クロウくん可愛い。さあ、オルさんが一本取ってる、勝利落とす。上見てるオルさん、投げっ壊し。さあ、店長は何で出ようかなって悩んで、あんま使ってないエイジャー出た。コンボが分かんない、コンボが分かんない。ワンピーマグロマン、クロウ、ツーピー小向井さん、
アズール、はい、はい、EX、 はい、あ、忍者。さあ、オルルさん勝ってる勝ってる。オルルさんは老害討伐できるんでしょうか。店長のこと老害と呼ぶとか考えられないですよ。どうやってんですか。さあ、アズール、すげえ遅れてくる球が特徴的。これね。え、これに通らない。とおり、繋がっていないか。切迫している。あれ隣は EX3 回放されてガードされて割れそうになって動いちゃって勝ったのは悪のエイジャ強い。あー飛び当たる。ラウンド取るマグロマン。次しずくさんとレインさん、しずくさんとレインさん、後ろ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 、あっちあっちあっち、飛びを重ねて、弾を重ねて、さあうまくくぐって、距離ガードだが、うりゃシス、メーターの勇気が使えて思えるけど、好きにやれって。ダイパー一発、これは投げ、勝ったのマグロマン、クロ君かわいい。1回戦、イップさんと忍者ボクサーとかいう新しいあれ、ジェット。かっこいい。イノムさんとイプさん、ケースケ、ケースケ、向こうは小太郎同キャラやってる。画面がやばい。ジェット対クロー、元忍者の新武器者ボクサージェット、もうこれ分かんねえよ。追撃をしっかり決める。クロー君、クロー君コンボつながるけど火力自体はそこそこだからゲージの回転率がいい感じですかね。ワン・ツー・ストライク、シュンシュンシュン、落とす。さあブロボタン見ておくとね結構面白いですね。どこで何をしか、あー点返し、ラウンド一歩クロー。あ、向こう上がったのはしずく小太郎です。さあ次キューちゃんの黒ジャズとたかしさんのコウ、モナムール、黒が弾を縦に攻める、途中弾消える、繋いでスパキャンレッパー、ここでアッパーから多分ガクラを入れてたんでしょう。あったなイプさん。次アメ、アメさん、リフトンさん、自由になる、遊んでいた、あー戦いはまだまだ続きます。俺の中さんの
えますか。アメクロとリプトンクロジャズ。さあクロジュズはかなり初心者おすすめの簡単なキャラ。俺もクロジュズ今使ってます。ジュズマルだけ表裏があります。あ、飛びが通ると痛い。投げて、あ、打ち、あ、打ち、まだ終わってない。はい、ゴチゴチ。今の四角いんだよって。さあ、あれノーキャンでつながります。これは痛い。これ全部ノーキャン。ここでの投げ確定します。ブロってコパンコパンから 2C がつながるんですと。あったのはあ、両方終わった、両方終わった、両方クロジャズ、クロジュズマルが勝った。はい、キューちゃんとリプトンさん。こっちか。投稿者変態クソ忍者アズールとインさん、こっち遊んでいただき後ろ、ありがとうございます。戦いはまだまだ続きます。で、こっちが、あ、悪のエイジャー、悪のエイジャー、店長どこいたと、アキナさん、アキナさんはヒナ。ワンピー投稿者変態クソ忍者アズール旦那さん、 2P チャダインさん、ギガデスプレッシャー。楽しみましょう。5番で落とす、ファーストアタックを取る、台形で落とす、落とす、ブロー、ちょっと取りづらい、球が遅い、消せない、消さ、跳ね返す、ああいう直径ダメージがでかい、ただ硬い。さあ着地する前に台形が出てあげて着地になっちまう。ここは飛び星だが壊しで潰す。うわ、ラウンド取る、投稿者変態クソ忍者。さあちょっと遅れて球が来るんで取りづらいですね。ES ドロップ、ブロって投げて前捨て、これは打撃策、1回転を飛んでる、抜ける、いいグラップだ。さあ、あったのはアキナさん、悪が死んだ。インさん冷静。あ、次は俺とオアフさん、どっちでもどっちでもいいです。右側で、どっちの画面映ってんのこれは、ま、だ旦那さんの方か。大切なものを奪う。で次はオアフさんが呼ばれてるから、あれ、コージロ回線は終わってないの？あれ？あ、うん、終わってる？終わってます。あ、じゃあ、クロー君かわいいと、引退小林、シモ。小林さん、引退です。
はいと、これは黒くんかわいい、はい、お願いします。あ、こちらとでは 1P2P 決まりましたらそのままスタートよろしくお願いします。はい、試合時間見つつどっかで1台進行にしますんでもう少々2台進行でよろしくお願いします。マグロマン、さあ現在大会第2台、野次第2台稼働中、まあ、大会前までは4台稼働してましたんでね。大人気大人気老害育成ゲームヤタガラス。育ったものがこう。でもこのゲームやり続ければどうせ老害になるし。どうせ全て老害になる。大丈夫。老害してない。さあ下段先端裏張りから投げていく中段2段。さあ空中コマ立てとタッチくらいだが打てず、でさあ隣の台がヘアーがかった。次初心者ジュズマル対しずく、コトロ隣の台お願いします。さあ対戦のは体力ほぼ五分、裏から殴れない、飛び取った出ない初心者それが投げて、ここは一線交差だが無敵が切れた。さあまずはマグロマン、飛びが取るが、さあ黒は使いやすいからなんですが相手の立ちしゃがみ確認しないといけない部分があるのでそこだけちょっと面倒。昇龍大バン、昇龍強気、さあブロ入れ込み、さあこれはしてやられた形だが心が折れそう。ピヨッター悩んだらすぐ帰ってきました。このゲームはピヨッタよ、一瞬ピヨッタ。さあしかしマグロマンがそのまま空対空勝っていく。はい、2回戦一歩クローバーガス空城九太郎。遊んでいただきありがとうございます。戦いはまだまだ続く。さあじゃんけん決まりました。試合の方にお願いします。はい、さあ一歩クローと九太郎黒ジュズマル、あーファーストクローズです。デュエル登竜。さあこれです、このシャガダイパンからのノーキャンジョヒア、とりあえず波動一段二段や足払い。さあ向こう分かったのはジャズじゃねえよ、ジュズマルギフトンさんと投稿者変態クソ忍者。ああ投げ。さあこれリープの終わり際から A から目押しにし、そして3段。投げは抜ける大パンバレ、いいし
足払い調子イエス玉投げ返しイエステスナーさあブローられてもスーパーマン与えながら殴れる竜巻攻めるがここはここでの投げ確定します。なんか大け Q ちゃんが1本取り返して最初ラウンド投げシューダウン前ディーからブロってコパン気にするなあーアーマーが冷蔵庫あしかし押してコパンで返す投げしけしかし差し返しうまい試合組み立てる足払いガードして投げ返すおおでかい判定が薄型テレビしっかり動く歩く大パンガード差しエイジを救ってまだあるよ投げはバックジャンプあーこれは確定ダス巻きから大ダス巻きさあ隣も終わった隣も終わった一夫さん勝利旦那さん勝利アキナさんと俺で向こうが、マグロマンと初級者どっちがいいですか向こうでじゃあ、遊んでいただきありがとうございました戦いはまだまだ初級者とマグロマンがこっちいくぞナンバーワンプレイヤーナンバーワンプレイヤーはい誰どこの組み合わせあとアキナさんのひなたいこれエジ、まあいいじゃんエジさんのジュズマルジュズマルは黒ジュズマルさあアキナさんのメインキャラのひなジュズひなはひな有利かなって感じかな基本的に地上戦が強いキャラなんですけどひなはでも耐久が良いって弱点が持ってるんですが実は飛び込みがあんまり強くないんでかなり苦しい組み合わせ、まあ、かなり苦しいってわけではないんですけどちょっと苦しい組み合わせではあるといった間に体力はもうないさあガーリムセガードしてるこれガードされると感覚投げて準備から投げは外しているさあ差し返しユウギさん一本取ってくるアキナさんどうしていくかコパで落としてコパ西からジャムチ差し返しになってる西が落としてあとこれは見てからブローリーたいテクンベは空中ヒットキーパーが落ちてる確定はミスってしまうさまで割り込んでリムさんガードシエザ確定あ次僕と旦那さんはいじゃあ誰が実況変わってはいあっ一大進行あそうかここから一大進行だから変わる必要なかったね昨日のレジャランいやでも旦那さんと当たってないしいや今日サブサブぐらいの苦労で出てるんだけどほんと やっぱこのゲーム老害が勝つゲームだからでも僕老害系のゲームってストフォーから始めたんだけどな僕もベスト8ぐらいで行っちゃって老害だったはい、準決勝、僕と旦那さん、はい、はい、実況ああ
1P 側が投稿者変態クソ忍者さんのアズール、 2P 側がイップさんのクロー。アズールはまあ立ち回り、弾巻いて無意脚打って爆撃して距離離してっていう立ち回りと弾絡みのセットプレー特化の代わりに守りが弱い。クロはバランスキャラ、まあコートの違いは攻めが強くて守りがちょっと弱いっていう、そういうタイプのバランスキャラです。足払い当てて投げから少し遅らせて暴れ潰し小足だったが、ブロールコパで暴れて距離を離す。この距離アズールの得意距離だったが飛んでしまう。自分から前に出てきたのをしっかり対空飛び越えるんだ。あれ投げる、後ろに下がってから投げる、投げしけを釣って投げる、いい置き攻め。コパコパからしっかり強竜巻までつなげて着地硬直からは殺しきる。一段取るのはさすがのイップさん。疾風から無影脚突っ込んで爆して、これがアズールの基本的な動きになります。弾巻いて相手を寄せつけないようにしつつ無影脚で、上バレを潰すと、こういう立ち回りはまあ強いです。アズールはこの立ち回りがシンプルで強いんで、使い始めたりでもそこそこ勝てるタイプのキャラですね。ジャンプ強系当てて空対空から投げブローをしていた。立ち暴れが通ったが中足差し込んだ、もう一回中足、これは死ぬでしょう。というわけでイップさんの勝利。曲ある？はい、次、アキナさん対操作初級者さん。はい、あ、バンソさん、昨日の大会では昨日の秋葉原の大会では1回戦で負けたんですけど、なんと今日は勝ち上がってきてる。さすがバンソさん。しかし相手はアキナさん、一応同人時代にはそれなりにやっていたプレイヤーなんで、ちょっと苦しいかな、キャラ的にもちょっと苦しい手組み合わせ。さあどうしていくか、ユキさん、ユキさんにブローを取るっていうのは分かっている、差し返している。ユキさん西で、ユキさん、ユキさん外して、おっと差し返している、てか潰したって感じか。西からリムセしっかりつないで歩いて詰めていく、西ゲージ溜めつつ詰めていく感じが、ブロッタが遠い、リップかガードされたが反撃がない。あっとおっと西しっかり確認している、おーっとリープが通って1本目取っていくのは初心者さんの黒、あ白地図か。さあ勝てるか、ゲージ状況はほぼほぼといったところか。プロからミスってしまうが、さあ最大入れていく、これ減るんですよ。ゆうきさん西から、え 0.5、 うん、あれ飛びから入ると 0.5 を使って 0.6 回収するんであれあれやばいです。あと投げでガメナシ、おリプセ空から西、おっ確認してる、できる、え、これ初心者初心者とは一体同時勢を倒す初心者が現れる、老害力バンソンさんってブレイブルー、あ、そうか、このゲームやるとロガイルがたまる。さあ次、三欠はやるのかな。遊んでいただきありがとうございました。えちゃん、あ、三欠やるかどうか、え、三欠どうするか、あ、やっていいですか。え、じゃあ誰だっけ、アキナさん対投稿者変態クソ忍者さん、アズル、でも決勝伴走さんか、怖いな アズール、ヒナ、昨日の秋葉の大会で決勝をやった組み合わせ、
まあプレイヤーは違うんですけど。昨日の大会はヒナが勝った。今日はどうなるか。ユキさんから。ユキさん。じゃあおっとブロッテ。無客。西バックステー。あ、リエか。リエがバックステーに刺さっていた。バックステー無客。チップ。レップ。無客。タッチか売れない。あ、あとハイジャンプ倒れた。乗ってしまった。これは痛い。ステップ、おっと、相打ち、ちょっとダメージ負けした感じかな、投げ出し、おっ、チップ、ステップ、潰している、望月さん、あ、ボケさんか、おっと、相打ち、ステップ1ではダメージが低いんで、打撃対すると結構ダメージ負けすることが多いんですよね、シエンさん、タッチ、1本目取ってくる、アキラさんのヒナ、現状況的にも、ヒナ側が有利なんでちょっと辛いかな。ラウンド目レップシエンザードとして、あーとパンタイザンガードされてジャンディーブロッテユキザンユキザンレップレップを縦にして攻めていく。しかし投げは使ってしまう。おーっと 4D かな 2D しっかりコンボ減る。これ減るっすよね。あと体力がない。どうするどうする。おーっと最後は投げが使ってしまって、勝ったのはアキナさんのヒナ、そして3位はアキナさんのヒナです。おめでとうございます。はい、次僕とバーンソードさん。はい、最初はグーじゃんけんぽい 2P で、はい、バンソードさんは隣でカードを、まあ、のじ合い継続中だったのでカードを使えません。これあの名前の方のところオスマークになってますね。まあ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 、これイベントモードで1連勝設定だと出ます。白数珠、バンさんが白数珠、煽りはマーダーフェイス、イップさんは久保さん。決勝戦、初心者詐欺さんとイップさん、弾打って前に出る、もう一回弾打って前に出る、しっかりブロってゲージを貯めていく、足払い空振って気まずかったがお咎めなし。お互い様子見しつつ、タッチタイクは飛びが遠かったため届かない。勝利まで締めてから大きい攻めタッチ、バスさんは暴れず後ろに下がって投げ、うまい、差し込んでからディープ、暴れていたので相打ちで済んだ。コパで触ってからブロー、ちょっと距離が遠かった。ここはテクンペ溜まったのかな。しっかりと勝利までつなげて投げ、次の置き攻め後ろ下がって投げ、これでグッネッツ、おいしい。テクンペはね差し込んで、ジュズマルは対応は1回差し込む時の火力が高いんで、はい逆転、こういう楽しい、やってくる予想をついた無敵技から、え、初心、うんうん、一覧取るのは、詐欺さんのジョズマル、しゃがみし振りつつ飛び込んで微振り状況だったが投げは通らず、 6D で押し込む。あれは上ブロしかできないんで、下ブロチラシなんかに下ブロ取ってくる相手に有効ですし、ガードさせて1クレ有利というなかなか高性能技、キャンセルも効くんでリターンも高いです。投げから西暴れ、手軍ペつなぎなかった、もう1回手軍ペ即死なない死なない、ギリギリセーフ。でもこれはまあ暴れますね。処理放しから 6D、 あぶねえ、あというわけで優勝は初心者さんの白ジュースです。おめでとうございます。すごいです。じゃあコメントどうぞ。いやブレイブルーやってたおかげで勝てましたわ。というわけで水曜22時から勝ちやってるブレイブルークロノファンタブスターがよろしくお願いします。いやブレイブルーやってたら勝てか、よっしゃ。というわけで今回はここまでになります。毎週月曜が、無差別で、また木曜に交流があって、各週土曜に、初中級大会で、月曜の週ごとに何かイベント、特集イベントが入るかもしれないんで、まあよろしくお願いします。
月曜の、なんかの週に無差別以外に何か要望があれば